こんにちは、ゆうです。バズダのお時間です。今日誕生日の方おめでとうございます。はい、今日は無課金サバカ柴犬で、タイトルとサムネ見てもらったら分かるように8月のクエスト、ちょっと待って、下行きすぎてた。なんか8月のクエスト、レベル13はどうしようかな、長老で頑張ってみようかな。レベル14もね、とりあえずあの動画にちょっと収めてみたいと思います。それでカメラ回していきますね。はい、それではパーティーご紹介します。はい、こちらになりますね。なんちゃって黒よりループです。黒よりはループできてないんですけどね。はい、このアカウント黒より黒飛びやった。黒飛び引けてないんで、はい。なんちゃって黒飛びループでございます。それではご紹介しましょう。はい。リーダーの、グランエルブに、リーダー全体制。で、76になるやつか。あのまんまや。7月のクエスト15のまんまです。はい。なんか、フェスゲンヒロインの星5のキャラです。はい。アシスト。はい。で、こちらが、カリンドラゴンですね。カリンドラゴンに上限解放、ドフラミンゴムの武器つけております。で、こちらが雪の下ですね。雪の下に毒目覚め体制。マグニート武器つけております。で、こちらが、ウルティメイトシャイニングウルトラマンゼロですね。はい。長えな。で、アシスト無効解除、スキルチェーン2つ、10連ガチャパワーでございます。で、こちらが、学園稲の、水バージョンですね。はい。ゴジャマ目覚め体制。で、100体モンスロード。ウルトラマンベリアルの武器つけておりますと。で、こちらがフレンドさんの黒飛びですが、スキルチェーン2つ、カムキラ2つ、スキルチェーン4つ、カムキラ2つ、バウンシーライフ、学園、なんだっけ、学園シアトの武器です。はい。で、バッチは HP プラスです。ごめんなさい、ちょっと1回負けましたけど、その1回目の反省を生かして、サクッと14クリアしていきたいと思うんで、最高。よし。もう負けへん。分かっちゃった。このゲームには必勝法がある。なんかのサムネ使ったな。で、お邪魔、毒目覚め大佐良かったんで、はいはい。で、100体モンスロード使って、で、雪の下使っといて、で、10連ガチャパワー使っといて、はいはい。で、黒飛びさん使って、これであれやろ、カリンドラゴンがまだ溜まってるから、オッケーオッケー。で、あ、雪の下のままで良かったんか。前か。んで、ここヘイストかからん分、ちょっと、学園稲で、泥気をかけて、色、揃えてあげますと、はい、はい。はい。だってさ、そんな、ごめん、ネタバレ、食らうかもしんないんですけど、指、あ、そう、指伸びてるんや、指でも伸びてるから、OK、これで、あ、ちょ、あ、回復。グランエルブ使っててよかったかな、もしかして。あ、でも、貴族性やから、しゃあないよね、そこは。ちょ、待って、あ、これ、ルーレットだけで。あ、カリンドラゴン、あと5ターン。5ターン以内にね、倒さなければ。もう、諦めなくても試合終了なんで、はい。世の中にはね、もう、包みっていう場面があるんで、はい。ほんまに。OK。これしといたら、OKOK。次ね、なんか溜まってくれるんで、はいはい。OKOK。大丈夫。攻撃力、たかが攻撃力をダウンさせられただけや。OKOK。たかがって超重力で攻撃力ダウンって結構えげつないよな。と思いながらね。その理不尽さをね、まあもっと訴えていきたいところですが、あ、全然大丈夫。で、ここで、次にね、水花火されるんですよね。出てこんのかい。食べとったやんけ、もう。なんやねん。じゃあ、ここ絶対勝たなあかんの。絶対勝たなあかんな。よし、じゃあ、黒飛びさん使って。オッケー。なんやったんや、それ一発、最初で出てきてくれよ。はいはい、オッケー。あ、ちょっと待って、水5個消しになってるけど。まあ、言うてね、なんかもう、緑色になってるけど、敵は緑色やけど、闇属性やからな、今。オッケー、よっしゃい。おー、キーか。ちょっと待って、グランエルブ使おう。よし。で、学園稲使って、はい。ちょっと待って。ほんま、ちょっと待って。ほんま、あとちょっとだけ待って。オッケー。
あ、なんか指伸びてる。そうか、稲で指伸びるんやった。こんだけ消したらいけるでしょ。え、待て。耐えれる耐えれる耐えれると言って、耐えれると言って。よし。ナイス。はいはい。はい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 。ちょっとね、よし。いや。オッケー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 。これ学園稲のおかげで、あれか。でも雪の下だけで、全然回復力がこと足りてるんか。まあ、いいか。オロチ。あー、90% 軽減ね。はい。はいはい。ここはもう、カリンドラゴン使いますわ。カリンドラゴン作ってる。間がないというか、もう一回作るのが、2体目作るのが結構めんどくさくなっちゃってきて、僕。ほんまに。いや、まあ、ええか、別に。もう、四つ石できんもんな。よし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 。はいはいはい。OK, OK, OK. ナイス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 。ナイスナイスナイス。回復の四つしれっと落ちてきたよな、今。OK! はい、また90%。え?ちょっと待って、とりあえず、雪の下使って、で、黒飛びさん使って、あれか、もうグランレブも使っちゃおうか。で、はいはいはい。で、ここに回復置いといて、回復は添えるだけ。はい、回復は添えるだけ。はい。はいはいはい。オッケー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 。オッケー、なんかめちゃくちゃパズルうまい気分になりますわ、なんか。オッケー、よし。で、色はあるから、ちょっと稲だけで、ええや、もうここは。はい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 。ちょっと、色はあるけどもや、全然四つ消しできんな。ちょっときついな、これ。あ、ちょっと待って。今。上のいらんかったやろ、上のひっついてたやついらんかったやろ、全然。よしよし、ここはもう黒飛びさんでいこう。黒飛びさんでいこう。ロック解除して、はい。なんだかんだね、もう、黒飛びさんなんよ、ね、もう時代が。黒飛び、聞けへんかった時点で僕、結構もう、今後の、パズドライフが、やばいかもしれん。オッケーオッケーオッケー。よし、次も神ね。ロゼル。あ、ロゼル。ロゼル何?っていうか、乱入のやつ倒したっけ、僕。どうやったっけ?ちょっと、忘れちゃった。ここ一発で行こう。一発で行こう。グランエルブ使って、はい。あかんかん。回復のやつ、相手にしたかも忘れた。そんなやつ、自分が眼中にないみたいな感じではないんですけどね、結構僕、ハラハラドキドキ。いや、そんなに仕掛けずれへんか。あ、そうか、言うてデバフ食らってるもんね。はいはい。それはデバフが悪い。デバフが悪いよ。癒し?ちょっと待って、これ回復以外から作ってくれんの?作らへんっぽいな。待って。で、これで。ちょ、待って。ナイス。ナイス。ちょ、待って、暗闇消えてん、暗闇消えてん。暗闇何パー?まあいいや、まあいいや、とりあえず行っていこう、行こう。あんまりやっと尺が長くなるんで、はいはい。いつもほんまに、ね、最後まで見てくださってる方に申し訳ないんで、はい。よし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 。フレアボムね。あ、ボムはそら耐性ない。そら耐性ない。で、黒飛びさん行って、よし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 。はい。ここでも
はいはいはい、ちょっと待って、なんかいろいろちょっと待って、ミスってるけど、おそらくいけるんじゃないかな。よしよしよし、で5フロア OKOK、 もう花火せんといてや、乗る。え、これ何吸収？ひーきか。オッケーオッケー。あ、あ、つうか、グランエルブもいるやん。はいはい。そうです、そうです。そんなに焦ることじゃないよ。よし。はいはいはい。はいはい。はい。待って、こう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 やね、こうやね、こうやね、こうやね。これが攻めてもの償いですね。はい、オッケーオッケー、はい、オッケー、よし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 、女神の忘れ物、それは置いてきとるよ全然。で黒飛び使って、でもうちょっとグライルブでちょっと一発でいっちゃおうか、もう、はいはい、グライルブで一発でいっちゃおうか言うて、いけたことないけどね、さっきから全然。もうあかん、女神の落とし物やったっけ、忘れ物やったっけ、もう忘れてるままにしとこう、一個だけ、そのうち消えるやろ多分。オッケーオッケー、いやーちょっと待って、ちょっと待って、何する、女神のいたずら、落ち込んなし、時を止める、ザ・ワールド、あ、そんだけか、分かった分かった。え、じゃあじゃあじゃあ、あれやん、あれ、ちょっと花火にされたらどうしよう。もう花火禁止な、これから。もう花火禁止な。花火禁止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 。よしよし。これやったらさすがにいけるでしょ。ちょ、カリンドラゴンのちょっと、あれ怖いな、ちょっと。おいし。ボス。おい、なんか火水吸収っぽくない、あ、無効貫通か、使っちゃったわ、ねえ、無効貫通か、無効貫通の時に切り捨てる使わんでもよかったな、全然。でも何が起こるか分からへんからな、使っとこう、はいはい、オッケーオッケー。で、仮にドラゴン、あと2ターン、あと2ターンね、あと2ターンね、オッケーオッケー、よしよし、おお、よしよしよし。ロックか。ロックや。でも色あるから、ちょっと指伸ばして、ロック解除できひん分、光もないから、ほんまにロック解除できひんな、なんか。ほんまにロック解除できひんわ、もう。お、そこ。よしよしよし。よし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 、はいはい、オッケー、これで勝ちパきましたね、勝ちパきましたね、はいはい。で雪の下使って、でカリンドラゴン使って、はい、ロック解除してもらって、でグランエルブ使って、よしよしよし、オッケーオッケー、はいはい。でここに回復敷いて、回復は添えるだけ、はい、よし、今度いいでしょ。今度いったでしょ。今度いったでしょ。なんたって、2体とも上限解放されてるからね。なんなら、あ、そうですよ。落ち込んつかえへん。よーし、よし。うんげー。はい。はい、それでは魔法石受け取っていきましょう。はい、クリア魔法石。14個届きました。まあまあまあね。まあまあまあ、ガチャ引くわけではないですけど、ユーザー情報、購入歴。ムロハイフ58個でございます。し。まあね、もうこの動画が上がってる頃には、もう、特に夏休みの、詳細は発表されてると思うんですけども、まあ、それに向けたね、意思、コツコツ貯める活動としてもね、8月クエスト男女、多分、おそらく一切、参考にはならないんですけど、どなたかの参考になれれば幸いでございます。はい、それでは、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。最後までお付き合いくださり、お疲れ様でした。そしたら、あ、そうそう、よろしければ、なんて言ったらいいの今、Twitter?X? のフォローもよろしくお願いします。
それではね、お会いいたい私、ゆうでございました。バイバイ。